こんばんは、カノトです。10月になりましたね。すっかりもう秋になってきました。なぜか僕は四季を感じたがりなので、秋を感じたいということで秋の料理に挑戦したいと思います。秋といえばもうサンマかなと思ったので、サンマ料理に挑戦したいと思います。まあでもね、でも挑戦するって言ってもね、焼くしか思いつかないんですよね七輪がね、うちにはあるので、せっかくなんで七輪でサンマを焼いて食べようかなと思います。サンマとね、一緒に米が食いたかったんやけど、米がちょうど切れてまして、うちに今食パンしかなくて、食パンとサンマを一緒に食べても美味しいんじゃないかなと思ったので、食パンの上にサンマを乗せるサンマパンをね、作ってみようかなと思います。さて、初めて作るしサンマパンなんて見たことないから、どうなるのかちょっと分かんないんやけど、やってみようと思います。完成しました。さすがにね、サンマのあのままかぶりつくっていうのは多分食べれへんから、分解してほぐして上にのせて今醤油をかけてみました。この状態だと食べれると思う。さすがにね、あのままいけるほど僕も勇者じゃなかったいただきます。うん、パンが焦げてしまった。焦げの味がとても強いちょっとね、そこがね、見えるかな、ここがちょっと焦げてて失敗したな。
パンが焦げてなかったらいけてたかも。これこの炭火で食パンを焼くのがやっぱちょっと失敗したな。サンマだけ食べてみよう。サンマだけ、うん、サンマはうまい。米で食ってたら今回のこのサンマを七輪で焼くっていうのは成功してたってことだね。うん、焦げてないとかほんまに美味しい。ごちそうさまでした。あ、今日いただきますやってない、いただきます忘れてた。いただきました。いただきます。というわけでね、今日は秋を感じたくて、秋の食材を食べたくてサンマを焼いてみたんですけど、七輪で焼くとかなり秋を感じれたんやないかな。映像で見る感じ、見てるみんなには秋をお届けできたんじゃないかなと思います。ちょっと僕焼くのにめちゃめちゃ必死で、秋を感じるどころかすげえ汗だくでやってたから、まだ夏なんちゃうかっていうくらいめちゃめちゃ汗かきました。半袖短パンでやったらよかったって思うくらい。米がなかったからパンでやってみたけど、魚を食うにはやっぱ米だなと今日改めて実感しました。米と味噌汁がめちゃめちゃ欲しかったもん。今日はね、秋についてのお話をしようかなと思ったんやけど、皆さん秋って言うと何を思い浮かべるんですかね。なんか秋っていろんな秋があるやん。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋とかこういっぱいあるから、みんなが思う秋のイメージを聞いてみたいなと。僕は食欲の秋やけど、僕秋イコールもうね金木犀なんよね。大阪の実家に住んでた時に金木犀が近くにいっぱいあって、玄関を開けて歩いてった時に金木犀の香りがふわっとすると、あ、秋来たなっていつも感じました。だから金木犀の匂いがめちゃめちゃ好きですね。今でも金木犀の匂いをかきながらイヤホンで音楽を聴いて歩いて、こういろいろ考えるのが好きでしたね。僕はどうやって生きていくんだろうとか、僕はこれから誰と出会うんだろうとかね、そういうちょっとポエマーチックなことを考えながら歩くのが好きでしたね。この間雄大さんとポヨにね、金木犀好きなんですよねみたいな話をしたら、誰やったどっちやったか、雄大さんかなポヨかな、金木犀みたいな顔してんもんなって言われて、いやいや金木犀みたいな顔ってどんな顔すか。金木犀好きやから似てるって言われたら嬉しいかなと思ったんやけど、どういうことっていう感情の方が先に来てしまったから。この動画を完成した時にやっと僕は秋を感じるんじゃないかなと思ってます。皆さんが思う秋についてコメントしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。